遅い。ビビアンのロゴ映ってる？映ってる。映ってなかったら言ってね。自己紹介。はい、サーティーンと言います。よろしくお願いします。あのイタリアの沈黙の掟が題材になってると思うんですけど。はい。まあイタリアマフィアの、まあ、ルールで沈黙の掟をめでたっていうのがあって、お互いの秘密を死ぬまで守り続けるというか、それがすごい素敵だなと思ってそれを曲にしました。まあ、私の友達は絶対私を裏切らないし、私も絶対友達を裏切らない。私たちの友情って本物だと思うんですよね。でもやっぱ恵まれてるなと思います。ファッションの、まあ、持ったりデコったり、ニーナの PV とか雑誌とかメトリコールの空間を、サガラララです。ニーナのアシスタントです。誰にも言うなって言われてるんだけど、まあ絶対誰にも言わないんだけど、あいつめっちゃパクるの、ファーコードだけ。あ、え、言っちゃう。言っちゃっていいよ。もう本当に秘密の話なんですけど、言ったらクビになるって言われてるんだけど、うん、もう、まあ普通にパワハラ受けてるんだけどね。今同棲してるチャーリーっていう彼氏がいて、ニーナがうち来てちょっとやっちゃったみたいな。でしかもあいつのインスタに載ってる服たち、あれほとんどあいつの撮ったものなの。え、それはいろんなところから撮っちゃうんですか？まあいろんなとこじゃない。Okay, basically like in front of clients and stuff, like she's super nice to me.But, like, when it's just the two of us, she can be a real bitch in it. こう、うちがいい感じとか、うちが付き合ったりすると、なんかちょっとそれを取りたがるみたいな。多分本当に1回目とかじゃなくて、前のソチンがいたんですけど、多分やってるみたいな話を聞いて、ああ、ヌガとはよくこういう話をする。まあでも結構世界中いろんなところからパクってるっぽいから、 From ロンドン、 From ニューヨーク。 She'll throw shit at me. She's カフェラテ中毒。いつもローソンじゃないといけないのね。でも言ってもローソンそんなないし。 And she makes me get her like fucking mega can I swear?残念だけど、ごめんと思ってなくてごめんけど、実はね、私ね、私締まりがいいのは口じゃない。いけないな、いけないな、振り回されたらいけないな、バレちゃったらどうなるのかな、あらあら口割っちゃった。いけないな、いけないな、秘密にしたいんだ、何かが怖いんだ、知られたくないならやっちゃダメでしょ、悪い子抱
じゃあこれでインタビューおしまいです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあカットで。コートラテ。 Hey Charlie, what are you doing tonight?